イゲツボいかがでしたか？なんか初体験だったんですけど。そうですね。気持ちよかったです。気持ち 最終的な感想としては気持ちよかったですか？そうですね。ちょっと左が最後にやった違う感想言ってたかもしれないですね。そうですね。だいぶね、痛かったですね、左手がね。はい、これまたあと1回やんなきゃいけないのかと思ってたけど、全然違う。意外に、意外に全然痛くなかった。よかった。いや、よくはないんでしょうけどね。左右違うっていう。左右差が大きいですね。ちょっと整体もやった方がいいかもしれないですね。体がどうしても多分ね、やっぱりちょっと今触った感じでも背骨の歪みもありますのでね、そういうことだと思いますね。切りないですね。切りが久しぶりですしね。ちょっとね、いろいろ体って知らないうちに誰でも多少なりともね、あるんですよね。歪みが出たりとか、まあ、疲れ方どっかに弱いところに出るとかってあるので、そうですね。疲れ様でした。ありがとうございます。ありがとうございます。体がね、すごい丸くなっちゃうんですよね。ストレッチポールとかやられるといいと思います。ストレッチ、こういうのを、置いていただいて、ここに置いていただいて、仰向けに寝るとこういう風になりますよね、自然と。これやっていただくと、ここの胸が伸びたりですとか、こういう風に普段と逆になる形なので、こたつのそばにですね、こういうの置いていただいて、座布団を折ったやつとかでもいいんですよ。とりあえずここに中央が高さが出るようにしておいていただいて、で、この背中に沿って真ん中に、高さを出すように置いていただければ、それで仰向けに寝ると、こう大の字に寝るっていうかね、こういうふうにしてバーッと寝ていただくと、ここが高くなってると自然とこちらの方が伸びて、背中側の方がこう、寄るっていうか、結構こう寄せる感じになりますので、その状態で睡眠するってことですか？そうですね。それで長く寝る必要はないんですけど、5分10分とか気持ちのいいぐらいにしばらく、何もしないと背中が丸くなる癖がついちゃってますので、それがやっぱりすごく良くないと思いますので、背中を伸ばす癖をつけるっていう意味で、その胸を広げたりとかしておくと、背中がシュッと伸びやすくなりますので、いいと思いますね。疲れ様でした。お疲れ様でした。